はい、それでは続きをやっていこうと思います。スーパー Z の111巻ですねを今回もね、アシェットさんからきっと提供していただいております。では早速やっていきましょう。ただ11巻ができるかちょっと分かりません。まず110巻ですが、リアサイドメンバー、リアクロスメンバー、リアエンドパネルの取り付けというふうになっておりますので、やっていこうと思います。110号ですね、こちらでございます。こんな感じで入っております。では開封さあやっていくぜ。でこう見てですね、こう見てじゃないね、こっち向きに見ての、こちらかを、ここにこのようにつけていきますよという感じですね。これ合ってんのかな、どっちがどっちなんだ、こうで合ってるよな。なんかちょっと分かりづらい。ここにツバがついてるから、そのツバがついてる方がどっちとかなってるはずなんだけど、こう見てこっちが101か。なんかね、ちょっと分かりづらいんだ。こっちがツバがついてる、このツバの向きここだね。だからこれをこう見て、これをこっち側につける感じですね。あ、ごめんなさいね、合ってました。よし、ではまたこのスペースのところにネジをぶちまけていきましょう。やっとザラザラで、ね、どっちだっけ、こっちだね。そしてここに、はい、よっ。実は前回の動画、Z の動画からそのまま続きでやっております。早いところちょっとこれね、やってしまいたくてね、1回の工程がまだ短いんでね。あー、首手、喋ることなくなっちゃってなんかどうでもいい話。最近会社にね、お弁当持っていくんですけど、でなんかいい加減でもカップラーメン飽きたんすよ。やっぱり飽きて、なんかもう、まあね、しょうがない時はやっぱりそうカップラーメンで過ごしますけど、お昼ご飯ね。だけどまあちょっと今回ね、お弁当にしようと思って。やっぱお弁当いいね。だけど最近のさ、冷凍食品がさ、ね、チンしてそれを入れるだけとか、中には説明書っていうか、その商品の中に書いてあったんだけどさ、自然解凍でも OK とか言っていうのがあってさ、おーマジかすげえじゃんとか思ったね。自然解凍 OK のお弁当かって。なんかさ、よくあるお子ちゃまのお弁当みたいな感じのさ、よくあるなんかこう弁当の、お子ちゃまって言ったらいかんのかもしれないけど、そういうこう小分けになってるさ、やつをね、この前ドバッと買ってきてさ、よしこれをお弁当に入れてやってこうとか、ね、詰めていこうとか思って。基本的に前日の晩ご飯の残りを入れたりとかするんだけどさ、だからね、晩ご飯めちゃめちゃ大量に作ってさ、それを次の日のお昼にも食べれるようにみたいな感じでね、やるんだけど、いやまあそうもいかんね時もあるとか思ってね、あんまりにも美味しくて全部食っちゃったとかいう風になるとね、なくなっちゃうからさ、まあだからそういった冷凍関係のやつも入れてこうと思って、あ、買っとこうと思って買ったんだけど、まあでもなんか良かったね。なんかなんだろうね、やっぱちょっとこう子どもの頃に思い出した懐かしい味というかがしたね。まあいいんだか悪いんだか分かんないんだけど、あんまり、あれちょっと待って、俺うちの親に弁当を作ってもらったの覚えてるけど、どんなんだったかな、覚えてねえな。覚えてる、みんな。でこれこうして5番、あ、またこれで止める。覚えてねえな、怒られそうだな、おかんに。あんた私ちゃんと作ってあげたのに全然覚えてないっつって。覚えてるか、そんなもん、何十年前の話だ。いや覚えてねえな。覚えてる、みんな。あれよ、昔さ、自分たちが子供の頃ってあんまりそういうさ、
何冷凍のそういうお弁当用食品っていうのがなかったような気がするんだよね。そうだからなんかまあ晩ご飯の残りだとか、まあ朝早く起きて作ってくれたとか、まあそんな印象もあるにはあるけど、うん、なんか微妙だな。あんま覚えてねえな。すまんすまん母上、覚えてない。どんな何が入っとったか。基本小学校とかそういったところはさ、給食とかね、中学もそうだったけど、高校に入ってからあんま覚えてねえな、どんな弁当だったか。いや、がっつり食ってたのを覚えてんだけど、基本的に昼飯の頃にはもうなくなってたんだよな、ような気がする。え、じゃあ俺何昼食ってたんだろう。授業中に飯食ったりしとったしな今じゃないんだろうね、そういうね。昔ってさ、そういうのあったじゃん、昼飯前に昼ご飯がなくなるとかさ。食べちゃってたけどね。あれ、これなんかあって、あ、これ広げるのか、こうやって。おお、よしよしよし。あんまり、なんかね、周りがさ、体育会系ばっかみたいなやつだったから、だいたい昼飯前にはなくなっちゃったな。まあ給食とかそういう風になればね、あれだけどさ。あと学食かとかね。そうでは、だからもう学食、何、購買みたいなやつ あるじゃない、学校に。あったのよ。もう戦争だったからね、もう本当さ、取り合いだったよ。もう大体もう美味しいものはなくなってるみたいな感じで、人気はあるやつとかね。まあでもなんか若かったな。たまに思う、あの小学校でも中学校でも高校でもそうだけど、この年になってもう一回ちょっとこうね、見に行ってみたいなっていう気はするね。どう、何だったっけ、なんかちょっと思い出にふけたいというかさ。できた、これで終わり、時間全然あるね。よし、ということで111号いこう。111号ですね、こちら。ステアリングリンケージの組み立てと取り付けとなっておりますので、やっていきましょう。そう、なんかちょっとね、思い出にふけたいというか、これでけえな、しかしもうだいぶでかいな。で、111号の中身はこちらですね。まあ割と少なめでございます。ちょっと思い出にふけたいとかね、まあできれば校内の中とかね、あー、ちょっと思い出にふけたいわーって。でもなんかね、高校の時の連れにも会ってないね、ずっと。なんかよく考えたら会ってない。あ、これ金属だ。会ってないな。会いたいとはまあ多少は思うけど、これか？あ、これか。思うけど、なんか、まあ、やっぱり地元とかそういうのを考えると、どうしても中学の時の連れとか、あとまあバイトやってた時、まあ、バイトってやっぱりどうしても地元に近いところでやるじゃない。で、バイね、地元に近い、あ、地元で大体バイトして、そうすると地元のね、バイトの仲間の連れができてみたいなさ。これを1って書いてる。あ、1って書いてる。ちょっとこう曲がってんだね。と、今でも遊んでないか。今はもうほとんどあれだな、ジアンドカーズのメンバーと遊んでんな、いつでも。なかなかあれだね、遊ばなくなってくるんだ。あ、でこうして、ここに8番のネジで止めてねって書いてるね。8番のネジ、
珍しくやっぱりこのなんだろう、本当幼馴染っていうか、まあ、小学校から一緒の人間と意外とまだ未だに LINE で連絡取ったり、まあ、共通の趣味があるって感じはあるんだけど、やっぱりそのね幼馴染って言っていいのか分かんないけども、あのプラモ作るのが好きで、それでねあのまたよく連絡取るようになってみたいな。ただ向こうはガンプラがメインで自分はカーモデルがメインみたいな感じで、ちょっとねそういった差はあるけども、同じプラモデルっていうので、やっぱりなんだかんだ連絡はそれで取ってるな。新しいのができたとか言ってさ見せてもらったり、よっとよっと OK で、こっち側やったらこれをこっちにはめ直すんだ。お、硬っ。あ、これでいいんだ。あー、なるほど。おー、なるほど。こんな感じ。すごいね。意外とこう細かい作りになってんだね。そしたらもう一本のこいつも間違えないようにこっちからこう入れての、これをこうか。こうしてで、またこのネジで止めて。皆さんどうする？やっぱり友達と遊んだりしてます？その友達って、そのなんだろう、いつの友達みたいな。今自分が一応遊んでるのはやっぱりジアンドカズの仲間、友達で、逆に高校の時の友達っていうのは一切っていうぐらい連絡取ってないね。中学の時ももちろんないね。まあ、そういったことを考えるとちょっと同窓会とかやりたい気がするね。できた。で、こっち入れた。あ、これ接着してくださいなって言うけど、こんだけ気付ければいいでしょう。ダメ？ダメか。せめてデコプリでつけるか。あ、こいつ変な風にはまっちゃった。あ、でもこれはこれをこっち、あ、書いてある、ね、接着剤で止めてくれ。まあちょっと前回のこともあるし、デコプリで薄くデコプリを塗っておくか。夢中ってなってしまいそうなんでね、ちょっとこう薄く塗っておいて、よく伸ばしておいて、こんだけきつくキュッて入るだったら別にね、こうやってほら、そうするとこうムチって出ちゃいそうな気がしたんだよね。だけどまあ出たところで、でこいつもここの一応ね、どこに塗れみたいなことを書いてるんだよね。こうやって塗っといて、これでこうやってやっとけばこれでもう取れることないでしょ。 OKOK、 姫様、あったらあったとこに返しておくと。あ、これも金属だね。でこれはこう見てのこっち向きですか。でここでこれもこれで止めるよと。同窓会とかやりたいけど、みんな老けてるかな。老けててほしいな。自分だけ老けてるのつらいじゃん。ね、中学の時の連れに連絡してやろうっつって言って言うかな。自分でやれって言われそう。いや、あいつなら言う、絶対言う。いや、やりたいなら自分で言う、自分でやればいいじゃんとか言って。あれ？え？ああ。え？よかった。ちょっと今おかしなところがあったんだ。一瞬。まあ後でお見せします。え、なんそんなんねえぞって思っちゃったところがあった。でここにメタルを入れるんですね。下からこう向きの こっち側だね。は、裏返してこっち側からこうメタルを入れて上げての、両方入れるとちょっと危ないかな。こう入れてここに乗せる感じ。この下をまくぐってここですね。おほほほほ、ちょっと重みが。でここをこの長いネジでこここうやって入れるよって。あはは、あはは、
ちょっと、あ、よっこいしょ、よしか、仮付けできた、オッケー。で、こっち側もこんな感じでこうしてこう入れて、これで止めておけば、これでこうね動くような感じになりますね。でしっかり締めておきましょう。メタルがついているので、これでしっかりギュッと締めてもスイスイと動きますよという感じですね。こういうとこに入れるね、真鍮みたいな、ほうきみたいなやつはね、メタルっていうんですよね。よし、 OK。 なんでかは知らない。これをまたしっかり入れておいて、こっち側もね、よし、 OK。 マスター、ほら、なんかスムーズだね。このスムーズいいね。いいよ、とてもいい。そう、今ね、さっき言ってた説明書でうんって思ったところはここなんすよ。こんなところにね、こうバーが入ってるもんで、お、何これとか思って、ここないじゃないですかね。だけど、まあ、よく見たらこっち側もついてないからね、多分ゆくゆくつくんだろうね。ちょっとこれミスだね。見つけちゃって、人の揚げ足を取るのが好きで、やらしいやつで。とりあえずこちらで100、110、111号が終了いたしました。今日のサムネこんな感じ。じゃんじゃん。よし、ということでですね、あの、またね、続きがねをね、やっていこうと思いますのでね、また見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、ではまた。